タキコんは山梨県大月市にある山。二等三角点が置かれた山頂の標高は1590メートル。最高峰はこの山頂の西側にある別の山頂で1620メートルという標識が立っている。通常、タキコ山の山頂といえば、この最高峰を指している。山名は滝が多いタキコ沢の源流にあたることから。 麓から見ると山頂が三つ見えることから、三つ丸とも呼ばれる。丸とは、古い朝鮮語で峰を指す丸に由来するとも言われる。源のためともが自害した場所という伝説をもとに、神勢が丸という三名もある。山頂からの展望が良く、360度の長望が魅力的である。南には三つ峠などの山々を前衛に、富士山が綺麗に見えるほか、 同市3階も見える。北には大菩薩霊などの山々、西の遠くには八ヶ岳連峰、南アルプスを眺めることができる。山梨百名山や大月市の修霊富岳12系に選定されている。JR 中央本線笹子駅方向からの積みたくルート及び南両ルートの2つと中央線初狩駅から上る日野北平ルート、また、 大谷系丸方向からの南大菩薩重装ルートがある。車を利用する場合も、笹子側の登山口近くに桜公園等の駐車可能な場所がある。最も一般的な登山ルートは、初狩駅から日の木平を経て山頂に登り、帰りは、隅沢ルートで笹子駅に降りるコースである。ありがとうございます。